通電気って山あり谷ありだと思うんですけど、うん、ユーラの場合ずっと高め安定なんですよ。しかもずっと失敗し続けてるんですけど、まあ、一切本人が挫折したって思ってないから、うん、あ、人間って挫折したって思わなければ挫折しないんだなって独自がまたねいいんですよ。ユーラン男たちをちぎっては投げるとかね男たちシリーズはね、男たちの海を渡るとね、男たちの山を踏破するとねベルギー人と恋に落ちるとか、うん、救世軍の兵士となるとか意味わかんないですよ、うん、そうあとこの福田教授ってこれすごい字なんですけど、クルーっていうこれ本名なんですよね。キャプションがなかなかすごいですよ、はい、社会運動家ユーランの24番目の夫ユーランに逃げられ自殺未遂わかるどうですか高橋さん、24番目の夫とかいたらいやでもなんか24番目ってことは25も26もあるだろうってこの人思わないのかなってちょっと思ったりしますねなんで50人とも結婚しちゃったんですかね。なんかただの恋愛じゃ済まないっていうのは、そう、それに関してはね、うん、私この本に書かなかったんですけど、基本すぐ入籍するって本人は言ってて、うん、本人なりに本気度を表すじゃないけど、120人と付き合って、うん、そのうち本気だったのが50人だってことですか、うんうん、そうかもしれない。しかもなんならおかしくない最後本当に好きになったのは2人だか3人だかって言ってたんで、なんかパリピはそうですよね、うん、常にハイですからね、うんうん、パリピっていうかなんか YouTuber に近い感じがしますよね。確かに毎回結婚しましたって言ってね、うん結婚系 YouTuber 何日か後に離婚しましたってそもそもねこの一般人の動向が新聞で終えるって異常事態じゃないですかそうですよね、うん、今の感覚ではとても考えられない、ね、ではつけびの村とは何なのか、うん、皆さんの黄色い話が何だろうかって言われて、はい、これ2019年9月に刊行されたノンフィクション書籍であります。これは何を題材にしているかっていうと、2013年7月に発生した山口連続殺害放火事件を取材しているでまとめた本になります、うん、2013年7月21日の夜、日曜日ですね、山口県周南市の山間部にある人口12人の集落で2軒の家が燃えて3名が亡くなった。で翌日の昼にも別の2軒の家からそれぞれ1人ずつ遺体が発見された。5名の遺体には外傷が、うん、12人のうち5人亡くなってるんですからね、うん、アガサ・クリスティみたいですね。そうですね。でしかもそのうちの1人が犯人ですから、ね、そうなんですよ。だから、ね、人口の半分がいなくなっちゃうことになるんですよね、うんうん、これすごい周南杉玉何これその事件があった村っていうのですごくいつまでも負の感情は残り続けてるっていうところがあるんですよね。東京の人が思う以上にその事件っていうのの印象が強い。それをなんとか打開しようっていうので地元の産業というかなんかいろいろやってるんですよ。で私がずっと気になってたのは村八分っていう話とか、村八分行動を補強する情報っていうのは結構ちょいちょい出てきて、村人たちが実は彼の家族をいじめていた説を補強する前の世代からの因縁があったんだっていう報道だったんです、うん、周南市の本書店が出してる予売の聞き取りみたいな本とかがあったりして、昔は確かにあったみたいなんですけど、うん、舞台になってその年代の時に果たして予売があったのかっていうのを村の人に聞きに行くっていうような取材で、うんうん、すごく気が重かったんですよね。この今日なんかどういう話になるかなとかって思いながら考えてたんですけど、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟ってこういう話なんですよね。カラマーゾフの兄弟って事件が起こって、でその事件の解明の中ですね、裁判があって最後には冤罪でシベリアに送られるっていうような話なんですけれども、まさに噂の章とかがあるんですよ。であと農民が頑固な言葉を貫いたみたいな話とかっていうのもあって、もう自分の固定観念があるので実は違うんだけれども、もうそれはこうだって思っちゃってるから、そういう風に話をするんだっていうような話とかも入ってるんですよね。だから私は高橋さんのやつを読み返してて、うん、これドストエフスキーだなとかって思いながらなんとなく実は西の女性が集まってたんだっていう、あの女性3人だけではなくて西日本人イベントだったっていうのも分かりました。確かに